バックステップの神様、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 バックステップ。さあ準備もできましたんで早速行きたいと思います。まあその前にね、ちょっとどんなものを持っているかっていうのをちょっと見させてもらいたいですね。これですね、まあこんな感じでいろいろアイテムを持っておきたいと思います。これ初めての探検なんでね、どんなものを持っていいか分かりませんけど、とりあえず説明、まあ、とりあえず剣とかピッケルとかはまあ必要でしょ。まああの探検した先でいろいろアイテムを取ったり敵と戦うわけですから、その2つは必須。あと防具もちゃんとつけました。マグマダイブとかしたくないです、あと食料として焼き豚を21個、あと弓も作りました。矢が37本、松明で湧き潰ししますし、洞窟あったらちょっと浅いところまでなら入ろうかなと思っております。あと、いざって時に、棒と石炭も用意。いざって時。まあ、大体は、テーマとね、さらに追加したい時のためですね。あと、なんとなくリンゴを持っていたのと、丸石と土を、なんつうか、足場に使うかな、って感じで置いてあります。丸石に至っては、あれですね。もしかしたら、かまど作るかもしれないんで、用意。あと、これは、あと一つね、これが注目ですよ。革の上着、しかもエンチャント飛び道具耐性3と靴1。なんでこんなんお前もどんや、エンチャントとかしたんかっていう思うでしょ。してないです。実は作業枠とかで、まあツイキャスで作業枠とか生放送やってるんですけど、その時に偶然出てきたスケルトンがこれ装備しとったって。で、こいつをドロップしたってことで、こういうの持っております。飛び道具耐性3なんで、対スケルトン用の最終兵器だと思っといて。ちょっと今変なノイズ入ってしまいました。コード踏んじゃったで。すいません。まぁ、こんな感じでやっていきたいと思います。もうちょっと、ね、前回のパートのコメントでもらったんですけど、これだったかな。難易度ピースフルになってましたな。ちょっと、前回のよっしゃ、勝ちやーっていうか言うたところがちょっと恥ずかしいな。これ見たら。俺の勝ちやな、今回は。勝ち。勝ちって言うても問題ながろ、これは。なんで、今回もノーマルにしておきました。ハウンドはちょっと早いかな。慣れてないし。というわけでー、いきます。ウィス。朝ですね。いざし、いかん。聖地、あ、そうだ。地図のこと。おー、地図。少なくともこの地図の全体は見て回りたいな。もうちょっと大きい地図もあるらしいけど、資源不足でこれしか作れんかった。てか地図狭ない。ちょっと意外と狭ない。これもうちょい広い範囲やるんかと思ったけど、これより先出たらちょっと俺死にそうやな。拠点に戻れなくなって死にそうやな。こんなところあったんじゃ、近くに。ああ、そうなの。まあどうでもいいや。
あ、分け潰しもちょっとこまめにやっとこう。この辺は分け潰ししておきたいな。とりあえず戦闘も交えての、今回はなんとか面白い回にしたいな。あと食料確保のために豚を潰しておくのさ。豚を見つけるなり潰しておく必要があるのさ。逃げるな逃げるな逃げるな。ごめんよ、俺だって食料ないと生きていけないんだ。天の恵みだ。オラはそういう人間だ。いや、人間全員怖んかと言っていけんけん。あ、ゾンビゾンビ、ちょっと待って、朝なのになんで燃えてないこいつ。え、あ、燃えよ。日陰かだった、日陰だったんや。大丈夫、時間は下だったけん。ほうほうほう、まあゾンビぐらいに追ってくれとる俺じゃないわ。ゾンビだったらハードとかベリーハードのゾンビだって普通に倒せるよ。それぐらいゾンビ弱い。お、結構面白そうなところに出たかもしれない。ああ、このタイミングでメール来たかもしれない。今はちょっと見ないようにしとこう、メール。最近ほんとメールは多いよな、実況中に。あ、ここら辺も湧き潰しとかだな。なんかありそうやな、資源とか。いいねー、悪い子いねーなー。敵が、もうゾンビ。お前まだ出てくるんか。もう朝焼けしてんかなと思って。あー、火がついたー、俺で。あー、木の剣壊れた、木の剣壊れたー。一旦下がって。あ、死んだ？今死んだ？ちょっと。死んどるかな、ゾンビ落としとる。お前、そんな死に方するなよ。俺に倒されて死ねえよ、お前。やめてよね。そういう、そんなことしようけん、俺の強さが目立たんのよ。目立たんも何も、前回は全然戦わんかったけんね。なんかここら辺資源ありそうやけどな。なんかあってくれたら、幸い。あれ？松明もう一つ。一塊終わったよ。ぶっちゃけ、地図どうなってる？あ、こんなところ。おお、もう端に来とんじゃ。端からさらに出たらどうなるんだろうな。そっち？こっちか？端の方に行くとなると、こっち向きに行くことになるわけや。地図はここまででストップするんや。なるほど。だったら、できるだけ早い段階で、大きいやつ作っとかな。あ、石炭か。ほっとこほっとこ。たーらーす。うん、まい。うん、まい。いや、正直、前回の地下探索のせいでね、石炭ぐらいじゃ喜ばんようになってきて始めたんやけどさ。問題はあのダイヤモンド何に使うかっつう話だな。今のところ使い道、思いついてないよな。おお、石炭あったし、今鉄あったし。一個かよ。あ、でも、奥の方に。おお、いや、あるやん、あるやん。鉄はそこそこ嬉しいよな。お、夕方になってきた。いざって時のやつのためにちょっと夜も戦っておきたいかな。デンジラスに行きたいな。夜のモブと戦ってみたいって感じ。たくさん出てくるだろうが、それも試練だと思って受け止めたい俺です。戦いましょう。そのせいで俺の身が朽ち果てようとも構わない。構わないんです。奥もおるやん。よし、じゃあ殴りちゃおうだ。あ、でもチーズと、まあ位置関係分かってるけん問題ないか。チーズは、戦うぞ。こらほらやるぞ、ほら、クモやクモや。えっ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 、あいよいよいよ、次来いや、次来いや、ゾンビぐらい俺の敵にならんわ。はい、
まだまだ来いや。クリーパーとかスケルトンとかそういう強いやつが来てほしいな。そうでもしないと俺の強さがみんなにわからないだろう。俺はバーサーカーなんだよ。だから戦いたい。お、待ってたわだ。しかも2匹おる。よっしゃー。おらおらおら。こういう爆発させて死ぬっていうのはちょっとな、俺の美学に反するな。ちゃんと俺がとどめさせたな。俺ダメージなかったけんまだいいけどさ、ちょっと俺の美学に反することをさせられたな。視聴者がおる前で。そしてこっちにも、お、スケスさん、スケスさん、あ、こっちにもクリープ、あ、おるんで。あっ、クリーパーとスケルトンのダブルパンチか。そうやって結局爆発して死ぬのね。あっ、おら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 、敵にしちまえばこっちのもんじゃ。おら、オッケー、まあ、こんなもんですよ。俺の戦闘力なんてこんなもんですよ。あ、なんかちょっと悪いような言い方したんだこれ。まあとりあえず強いってことを分かってくれたね。弓取れんのかなこれ。俺矢持っておけん欲しいんやけどな。取れんのか。おお、スケさんばっか。スケさんだらけだな。やらんか。喧嘩せんか。2匹おる。2匹おるわ。ほら、そんなん関係あるか、ボケ。あー、ゾンビもおる。あー、そしてなんでこのタイミングでメール来るんだと。やめろや。電源切っとこうか、もう。マナーボードしとこうか、もう携帯。よいしょ。おら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 、おし。よっしゃ、このゾンビ倒したら。あれ？これ村人ゾンビってやつじゃない。おわ、このグダグダマインクラフター俺の世界で初めて見たよ。村人ゾンビとか。なんか、イモンドロップせんかな。確かゾンビってジャガイモンドロップするときあるんよな。ドロップしてほしいところやけど。俺の運はどこ？めっちゃ刺さってる。めっちゃ刺さってるがな。えらいこっちゃや。どれかな、これか。わー、すごい刺さり方。てか前から飛んできたにもかかわらず、なんで後ろばっかり刺さるようや。そして雲来たんやけど。あっ、タイミング悪いっす。ちょっと食料を食わせてほしかったとこもないんやけど。あっ、だが問題ないよ。とりあえず補給補給。おいっす、オッケーオッケー。あと剣もいくつかも、あと1本あるんよね。鉄や剣そんなに簡単に消耗するとは思わんからな。よっしゃー、次の敵を戦うぞ。えっ、いっす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 、オッケー。雲の目がめっちゃ手に入る。前回今そこそこ手に入ったんや。前回ちゃうな、前回は戦ってないけん、オフの時で戦ってた時かな。うん、よーし、松明はいくらあってもいいよな。だから石炭もいくらあってもいいってわけで、いろいろの応用が効くような効かないような、よくわからん。わ、敵多い。ちょっと離れた方がいい。敵が来るのを待つぐらいの方がいいな。これはみんな来てる、みんな来てるよ。クリーパーがちょっと、このようになったけど、まだマシかな。あっ、ちょっと前、ちょっと、お前ら来すぎやろ。離れろ、離れろ。一旦離れるんだ。あ、お、クモとスケルトンとのぶつかり合い。クモ死んだ。おい、お前さん、俺の立てた対魔ちゃうん、それ。何をお前取っとんのだ。置いていけ。どうして、でももう投げれかよ。体力量切れない。というわけで次の鉄の剣に切り替える。これがなくなったらもう剣終わりや。剣変えるかな。おらおらおら、雲の敵、雲の敵なんて取るつもりはないんやけど、雲の敵。オッケー。わ、めっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってる。これもらえんかな。あっ、爆破ってのかい。あえて爆破させる。
この矢のところ爆発してほしかったけど。あ、これ矢確保できるの？できない、矢確保できない。あ、できよんこれ、わからない。できよらんだろこれ。あっ、どこから撃ってきた、どこから撃ってきた、え、どこ、ちょっと待って、どこから撃ってきた、え、どこから飛んできた、そう、わからない。おりますね、あんなところにたくさんおりますね。突っ込んでいきたいところやけど厳しいか、どうかな。あ、あのゾンビ頭に金乗せとんで。よう見てよあれ、あのゾンビ金乗せとんでね。あの金欲しいな、装備の状態で手に入るんやで。効率的じゃないか、金のインゴット7個分ぐらいになるんちゃうかな。でスケルトンだった、ゾンビじゃない、結構強いぞこれ。あー敵多いな、よっしゃ。そう、じゃあ秘密兵器出すか、まあその前に雲倒すか。よっしゃ、秘密兵器の出番じゃ。スケルトンが多かったらこっちの方が強いだろ。おら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 、飛び道具耐性3月いった恐ろしいスケルトン対策のやつじゃ。おらおらおら、おっしゃ、いやでは俺のダメ、俺のダメージ与えることはできんぞ。ちょっと暗いやつだね。で、クリーパーか。あー問題ないわ。それぐらい問題ないわ、俺にとっては。爆発させずに倒すんで。マインクラフト理由だろうけど、ね。もういや、もう爆発させて倒すことを、俺流としよう。てか、朝になった、やったー。燃えろ、燃えろ、お前ら燃えろ、燃えろ、あ、俺も燃えろ燃えろ。燃えちゃあかんだろ俺は。ほうほうほう、えっ、まだやってくるか、やるんか、どっちがその気なら受けて立つぞ。こら、横から回り込むんやーい。あ、ちょっと待って、俺が切る前に死ぬんやめて、ちょっと俺がカッコつかん。えっ、まあ爆発させてもね、俺にダメージが食らわんかったらまあ問題ないんすわ。うん、そういうことにしてこう。経験値荒稼ぎじゃ。あらららららら。えっ、へい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 。砂ばっか回収しろよ、俺。そう、それもいいかもしれん。さて、一夜過ぎて、って感じですね。どうしようかな。あ、そうだそうだ。ちょっと今ので下のエリア、まあ半分から下のエリアばっか探索しとったわけです。なんでちょっと上のエリアまで行きたいと思います。その間も敵に気をつけろ。この時間やけど敵そんなわかんないわけだね。道具とか手に見つけたらラッキーと思っとこう。